ヤマンダー本日のゲスト、なんと矢部美穂ちゃんが来てくれました、はい、よろしくお願いします。見てるよ、あ、この YouTube。 ありがとうございます。美穂ちゃん44歳、私45歳だし、うんうん、こう会った時とか同じような番組に出たり深夜とかもしてたからさ、私の方が絶対芸歴長いと思ったら、私、1996年デビューで、25年芸歴、私は92年デビュー、27、8年とかですか。そう、先輩だったっていうまあでもあんま関係ないよね、長いよね、これだけになると。デビューはどの、私はももこっていう雑誌が昔あって、それでグランプリ取って東京に上京してきて、うん、どういう風にオーディションかなんか受けたの。オーディションいっぱい受けてて、もう最後の最後のオーディションに受かったのよ。何最後の最後の。中学校3年生で、みんな進路決めなきゃいけないじゃない、うん、高校もね、行けるね、成績じゃなかったのよ。定時制もダメですよって言われてたの、担任の先生に。就職活動をしなきゃいけませんよって言われてる中、いや、私は芸能人になりたくって、今オーディションを受けてるんですって先生に言ったら、性格上そんなにね、明るいタイプじゃないわけよ。引っ込み思案だし、だから難しいんじゃないのって先生に言われて。いや、あのね、嘘ついてるわけではなく、これだけね、美穂ちゃんね、喋りが上手だし、お友達たくさんいる中で嘘っぽい。多いんだけど、本当に小学校中学校の頃静かめな子だったんだよね。暗いね。どういう感じ、斜め下向いてる人。もう斜めもずっと真下、あの下いや、私オーディション受けたかったんだけど、東京とか近郊の人しかオーディション行けない形だったから、北海道だったから断念したんだけど、うん、じゃあいつ北海道から出てきたの。出てきたのは16になってから。15歳でももこグランプリになって、うん、事務所決めるのになかなか決まらなかったんだけど、2回目でじゃあグラビアでやりましょうかみたいに言ってくれた事務所があって、うん、その決まって、うん、でこっちに家借りてもらって、当時、うん、アイドルの女の子がその事務所に行って、うん、でその子と一緒に同棲です。教室なんて言うなんかあるじゃん。同郷です。合ってるのか。その子も何、そういったクラビオ系。その子はでも女優さんだった。だからちょっと全然進む道が違う感じ。大変だったよ。あ、そう。先に向こう先輩じゃない、うん、でも私割とトントン拍子でグラビアやってテレビが決まったわけで、何枚もだんだん売れてきたの。その子最初にその事務所に入ってるのに、私のが先に名前が出ちゃったから、やっぱ嫉妬とかあるじゃん。で、私が当時すぐ割と彼氏をすぐ作ってしまったのよ。もう、そしたらそれを全部社長に告げ口していて、で社長怒る。怒るよ。それさ何がいけないの。まず15歳、その時16歳でしょ。で事務所のルールとしては彼氏作っちゃいけませんわでは言われてなかったけども、まだ今の時代と違って16歳で東京に来て、うん、すぐやっぱり彼氏を作るっていうのはタブーみたいな。事務所がさ力を入れて売ろうとしてるわけじゃない。お金をかけてさ、うん、歯とかも全部直してくれたわけちょっと待って、突然歯なんだな。いや最初に歯直しでしょ。歯命だから、歯は命だから。整形とかはしてないよ、うん、でもその歯一切変わんないもんね。歯は直した。でお金かけてやってのに、まずすぐにお金かけてくれて、男なんか作っ て、そりゃそうだ社長。別れさせられた別れさせられたの昔の芸能界で。でもそうだよ。でもその後もこっそり付き合ってたけどやばー。最初にそのさ、小学生の頃、うん、中学生の頃は性格暗めで、うん、こうあまり人と接するのが嫌だったのに、無理無理無理、どうやってさ性格変えたの。だって目立たないのにまず事務所が怒る。怒られるのが嫌だから。本気で怒るの。本気で怒るから、もう怒られるのが嫌だから、もうがむしゃらにやるしか、もう目立つしかないっていうので、アイドルが 2,30 人いる中でもやっぱり1番2番に目立つようになってた。そのさ、ちっちゃい頃は家ではよく喋ってたの。ごめんね。そう、家では喋ってた。学校という先輩が私には合わなかった。なんかほら、成績順で比べられるじゃない。その成績が私はすごいもう劣ってたから、うん、自分を表現できなかった、出せなかった。勉強できないイコール自信がないし、なんかね、人と話することが当時できなかったので、ね、本当にバイキンとか、矢部美穂は汚いとか、完全にいじめられてたのよ。本当、うん、泣いた。泣いたら負けだと思ったから、家で泣いてた。学校ではなかなかずーっと下向いてた。あと3年頑張ればいいんだ、義務教育を乗り越えたらいいんでしょう。この人たちとも会わなくて、お別れだしからと思って。あと死ねとかバカとか書かれたことも、机とかのネームプレートにとか
だ結構本格的ないじめられ方、今の子たちにどういうことが起こってるかっていうのはちゃんとは分からないけど、昔ってさすごいひどかったよね。でも今もきついと思う。今 SNS があるからみんなに情報が行くわけじゃない。 そっかそっか。そこにフルネームとかで書かれたらなんか全部調べたらなんか出てくるじゃない。でもさ昔ってさ地元のさ友達の親とかもさいろいろと道端で見てくれててさ、やめなさいって人んちの子供にも怒ってくれたじゃん、うん、うちのお父さんなんて人んちも引っ張られて私もめっちゃ引っ張られて、まあ、時代だよね。そう、うんうん、でもさ今人んちの子供引っ張られたらさうちのお父さん逮捕だよね。いやもう本当そう、だって自分の子供を叩いても子供が暴力って言ったら逮捕でしょ。本当私もいじめられた経験があるから多少何かあっても耐えられるのよ。あそのベースがあるから大丈夫じゃない。だから精神強くないと芸能界無理じゃん。いや本当にそう、弱いと多分やめてるの。あと文句ばっか言っちゃうじゃん、うん、やっぱ弱いとさ、うん、人のせいにしたり、ね、強くなったんだね私たちね。うん、まあそうね、ベースが強いっていうのはやっぱり、うん、一番の武器かもしれないね。そうかもね、うん、やばー。私たち本当初めて会ったのは20歳ぐらいじゃないかな。何の仕事で会ったの私たちって。初めましてすごい多かったよね。でもあの頃グラビアで、うん、あのいろんな深夜のバラエティとか、うん、いっぱい出てよく出てた、ね、呼ばれてたよ ね。ひな壇いたよね。いたね。はいはいはい、だったよね。で私たちってなんとなく人のこと売ったり絶対しないのに、うん、なんか言わなきゃいけない要因だったじゃん。言わなきゃいけないからスタッフさんの気持ちを買ってっていうの、でまあ、言うじゃない。美穂ちゃんが言っちゃうのよ。言うのよ。めっちゃ聞かれてあるアイドルたちにすごい睨まれた。誰言ってでもそんなひどいこと言ってんの。社長さんと皆さん知り合いだしご飯食べてるよねって言っただけなの。合わなそう。別に普通じゃないですか。社長さん皆さん知ってるし今まで社長さんと付き合ったことあるでしょって、で社長さんと会食みんなしてるじゃんって言ったら白い目で睨まれて、なんでそんなことを言うのよみたいな。でだって嘘じゃないし別に間違いじゃないし。美穂ちゃん前の列にいた時だ。それそう、何べく言ってくださいって言われて、でも私も別に名前を言ってるわけではなくてないからね、うん、そうちょっと言うとね、あの時笑いで返してくれるグラドルと本気で撮る人がいて、だってみんななんで呼ばれてるか知ってるでしょって、そのためにみんな呼ばれてるんだから仕事しようよみたいな私は思うわけよそういうこと、ね、ただ黙ってたらそりゃ使われないさって思って、私はスタッフさん思いっていうかなんで呼ばれたかっていうのを計算しちゃうから。そりゃそうだよね。やらなきゃっても使命感プラスのねお返しして帰らないといけないからね、はい、だからいろいろ私たちもすごく乗り越えてね頑張ってきたよね、うん、今は逆にもうそういった意味ではそこまで頑張らないかな。あんまり今やっちゃうと嫌われるじゃない逆に言うと。そういう時代になってきたから自分の出番の時だなって思う時だけ喋って、そうじゃない時は引く。それを覚えた。もうこの年齢だから。なんかさ、じゃあさ今後これからこう今44歳でどうやっていこうかなと思ってるの。芸能芸能はやってたいね。じゃないと老けそうじゃない。やっぱりね人に見られてないと私たちはダメなの、まあね、一気に老け込むから、うん、そのためにもあとやっぱ仕事が好きだから、うん、芸能のことは続けつつなるべく趣味とかもうまくこう仕事に取り入れて。趣味って何なの。まあ競馬も好きだし、そうかそうか、うん、あとなんか買い物とか言って急に買い物ぶっ込んで趣味買い物ってどういうことですか。買い物も好きだし好きなものが欲しいじゃない。そのためにやっぱ稼いでお金を得ないと買えないわけよ。うん、私は割と男の人に買ってもらうんじゃなくて自分で稼いだお金で買いたい人なの。かっこいいね。じゃないと嫌じゃん。わかる。わかるでしょ。ありがとうありがとう言ってたくないもんね。そうだからそのためにも仕事は維持したいから、そのために試行錯誤をしながらなんとか芸能界でまあこの飲食とかもやりながら、うん、馬主もやりながら頑張ってそれ60までやってきたね。あとですね、私、うん、今回美穂ちゃんがそれこそ夏服をゴールテックさんのコスチューム一回も着れなそうだっていう、はい、そうだね、ほんとこれ着れないですよね。絶対着れない。緊急事態が起きている。せっかく使ってもらったのに。作ってくれたのに。ということで私、うん、今日あのオールテックさんからお借りして夏服持ってきてます。マジで。マジで。ということはということでこの後着たいなと。次は、うん、2人で夏コスチュームオールテックさんのを着たいと思います。矢部美穂ちゃん呼んでみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。今は違うけど付き合った彼氏。ええー。